レッドブルのエンジニア、エイドリアンニューウェイの妻、アマンダさんは、夫の設計作業に対して不満を抱いているようです。ホーナーのコメントによれば、エイドリアンは、チームの一翼を担い、成果に大きく貢献しています。しかし、最近の指摘からは、ピエール・ワッシュが、RB19 のコンセプトにおいて、実践的な役割を果たしていたことが示唆されています。ホーナーは、エイドリアンは、大きな部分を占めていますが、技術チームは、ピエールが率いており、 彼らは、素晴らしい仕事をしています。エイドリアンに頼ることはありませんと述べています。また、エイドリアンは、他のプロジェクトにも関与し、それが、チームの進化の一環だと考えています。ニューウェイは、長い間多くの車の設計に携わり、RB19 を含む14台の車で、コンストラクター、およびドライバー世界選手権を制しました。しかし、妻のアマンダさんは、夫の貢献が忘れ去られつつあると感じており、 不満をツイートしていますコメント、レッドブルのエンジニア、エードリアン・ニューウェイの妻、アマンダさんは、夫の設計作業に対して不満を抱いていて、ホーナーに不満ツイートをしたという話です。昨日から、この記事は出ていますが、あえてレースには関係ないと無視していましたが、他の媒体にも出てきていますので取り上げました。記事に書いてある通りですが、ホーナーは、ニューウェイがいなくても、ピエール・ワシェが仕事をするので大丈夫と言ってます。当のワシェは、 ニューウェイがいななないいと困ると、困るお世辞ののか本なのか本心ずれにしても、ホーナーのニューウェイ離れなのか、ニューウェイがマシン設計から重心を外しているのかわかりませんが、今後どのようになるのか気になるところです。